何だこれ、まずいな、今日玉編み持ってきてないぞこれ。1年ぶりの地元の堤防から釣りです。ほんと1年ぶりで、あちこち行くけどもう地元じゃほんとめっきりやらなくなっちゃったんで、ってことでね、なんで今日地元かというと、煽るだけ、皆さんを煽るだけ煽っといてさ、自分がやってない釣りがあることにふと気がついたんで。自分がやってないっていうのは今シーズンやってないってことね。それは何か、もう皆さんご存知でしょう、見てくださる方は。カンナチューンのプラグこれで魚もイカもこれ1本で釣れるよってね、散々あの10月ぐらいから煽っといて、僕は釣るとこね、撮影もしてないし、何より動画がないよねイカも魚も本当に釣れるのっていうのをちょっとチャレンジしてみます。まあシーズンなんで、あのメバルは釣れると思うんだけど、イカがここにいるかどうかは分かんない。まあとりあえずカンナチューンでさ、フロントフックついてるからメバルは普通に釣れるよ、いやいや、なんならカンナで釣れるよっていうのをね、まず表層付近からね、メバルがまあ僕の目の下にももう見えるので、ちっちゃいながらも。なので SPM65 インクスバージョンの S&S でね、ちょっとやってみますね。言っとくけどメバルはちっちゃいからね、ここはよし、第1投目、まあ着水からもゆっくり巻くだけ。お、いきなり当たったけど乗らなかった。ちっちゃいんだろうな。よっしゃ、来た、ヒット。あー、バレた。今のはね、カンナにかかってるカンナ、イカならバレないけどね、魚はバレるからね、グッと合わせないと。今巻き合わせだけでしっかり合わせなかったから、しっかり合わせて、よし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 、来たぞ来たぞ。すげえね、2投目だよ、2投目。いいなあ、広島、広島最高これ見て、あ、フロント食ってる。はい、これやっぱりメバルはフィッシュイーターですよ。ちゃんとフロントに食ってくるじゃん。 SPM65A3 です。カンナチュー、いいじゃない。とりあえずメバル釣ろう。 2,3 匹釣って、あとはイカに挑戦。フックはトラスティンのバブレスフックです。バブレスなんだけど、ここが目が見えてないから外せないという。はい、サキュー。もうちょっと右かな、こっちかな。竿はね、ビーテスラーです。リンクスのブラッキングロッド、ビーテスラー。おりゃ、そう、ポンポン釣れないってか。ちょっとメバルは 2,3 匹は釣っておきたいよね。あの本命はイカなんだけど。よっしゃ、来た。よっしゃよっしゃよっしゃ、いい感じで竿を守ってます。お、サイズがいいんじゃないかこれ。違うか、スレか。えらい巻くと思ったよ。よいしょよいしょよいしょカンナの威力だよねこれ。見てこれ、メバルが体当たりしてきたのでフックには乗らないのにカンナにかかっちゃってる。これある意味カンナの良さかもねこれ。おお、はい、サンキュー。メバルはまあちょうど20センチぐらいの、まあまあです。よし、ちょっと移動した先が分かったかな。こっちにいるな。
おお、遠くでも当たる。よっしゃ、取った。巻き合わせ。お、ドラグ出てるよこれ。あれ、これおかしいぞ。あれこれなんだこれ。まずいな、今日玉網持ってきてないぞこれ。これ普通のメバルのサイズじゃないし、こんなもん。ドラグジュジュとジジジ言ってます。なんだよ、シーバスだろどうせ。あ、困った。うわ、でけえです。うんにょうんにょ言ってます。でーかこれはダメだよ。うわ、ヒロスズキか。でかいな。ランクありそうだね、80ぐらい。いやー、失敗。失敗です。階段ないんだよ、こう根元まで行かないと。シーバス君が弱ってしまうよな、これ時間かかったら。これ寄せれるサイズじゃないんだよ、でも。サウは B ですが、B だね、これは。0.55 です。 0.55 にリーダーがね、1.75。 リードがイグニストの一番新しいやつ。すごいね、ドラグが超絶の中で、出方がいい。だからこれ80ぐらいの鈴木なんだけど、ね、恐怖感がね、全くなかったね、かけてから。これ見てごらん、ほら80なくても70楽勝で超えてる。ほら、でっきりもん。ほら、頭の内ゴボゴボ言ってます。さあ、もう観念しろ、観念しろがいいんだけど。これ皆さん、抜き上げできる魚じゃないので、ここね、実は割と長い堤防なので、ずっと奥までね、引きずっていってあげるので、こいつのキャッチは動画がここまで、ね、もう取れたと思ってネットさえあれば取れるんで、奥まで行ってきます。じゃあまた後でバイバイ。はしごがあった、はしごがあったんで、ハンドランディングするんで。ああ、はしごへ潜るな。もうちょっと弱らそうか。もうちょっとエアを吸わして、息ふっかしたよこいつ。もうちょっとエアを吸わして。立ってんな。ヒラじゃなくてマルだと思うんだけど、ふっと、なかなか観念しません。まだまだしっかり笑ってます。このようにまだか。これを左手で持てるかな。あ、右手でもいいや。時々ハンドル巻いてね。
たら一つでこっちです。よし。はい、ルアー先上げてください。よっしょ。おい。もう、あ、2、4、6。あ、あるわ。あ、こら、あるわ。81ぐらいあるわ。一応、あ、疲れた。カンナバージョンで作った、釣った獲物なんで。ちょっと丁寧に。うん。明るいとこでも撮っとこう。写真できる。食ったらこのままでいいよ。はい。いや、疲れた。もう来ないでね。もう目張りだけでいいから。じゃあリリースしてきまーす。もういい。よいしょ。はあ、あ、疲れた。くっ疲れる釣りしないんだけど、最近。疲れた。ね。僕、前から言ってんだけど、SPM って、557590ってあって、90はね、もうシーバスの餌ほどシーバス好きなの、実は SPM。消えちゃったよね。今、確か、カタログ落ちしてると思うんだけど、メバルもめっちゃ釣れるのよ、さっき見たように。でも、実はシーバスが大好きだから、気をつけてね。良い子の皆さん。やられます。僕みたいに横着して、ネット持ってきてないと、あんな目には。はあ、分かった。フルキャストするとシーバスが来る。だからもう手元でちょいついて。いきなりランカーシーバスだ。81ぐらいある手着で。よっしゃー、メバル、メバルがいい。僕はメバルが好き。いい。見てくれ、SPM6 号カンナバージョン、バコバコ釣れるし、これもほら、フロントフックでしょ。だから、メバル、特にね、プラグでメバル釣ると、ほとんどのケースさ、頭から食ってきて、フロントフックにヒットするんで、リアがカンナでもね、全然大丈夫なのよ。まだ、シーバスぶら下げて、階段のブリオリしたからの、手が震えてんだよ。手が震えてます。ブル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 。チョコザップ通ってんのにね、情けない。あれくらいで手が震えちゃいかんのだけど。プルプルしてる。ほい。よし、メバル2匹目。あと1匹。レンジが下がったね、やっぱり。軽いから僕は思ったよりずっとレンジが入ってなかった。ちょっとほっとこう。うん、 S じゃさすがに小さすぎたし、 PE の05だから無理があるのか。 M で釣った方が良かったかもね。いきなり落としすぎた可能性があるな。ボコ当たってきてたのに当たんなくなる。これもね、ライトゲームあるあるだからね。たまたまこのプラグがそうなのかもしれないけど、往々にしてあるのがサイズが大きい方がね、バイト多いの。小さくないと釣れないって思い込んでる人が多いけど、今5等引いてさ、この S が当たりないんだよ。同じバランス、同じ動きをするように作ってあるルアーだからね。これをもう一回 L に戻してみるよ。 M はこの後で使うけど、多分メバルは同じとこにいると思うんだよな。それを確認するために L に戻してみます。
そこ投げて5から10カウントぐらい4、5、6、7、これぐらいでいこうか。これでバイトが出なかったら本当にメバルの群れがね左右右行ったり左行ったりしてるって証拠だ。でもこれでバイトが出たら小さいルアーがあまり良くないねって話。あ、いなくなったんだな。あれだけボコボコ当たってたのに居場所が変わった可能性があるな。こっちかな。はっはー、理由が分かった。風が吹いて水面に網がプランクトンが溜まってる、それについていってる。今見えた。ライズしてんだよ。でライズしてるところにあのかすめがかかったようにね、水面が何かがね風に吹かれて集まってる流れで筋状になって、ああアタックする。やっぱりそういうことなんだ。はい。うん。ってことはあのもっと違うタイプのペンシルをね、ダスの細長いやつになってだったらもっといいのかもしれない。これシンキングなのでちょっとテクニックがいるかなって感じだね。もうやたら今水面意識が強くなってて、で何のタイミングか分かんないけど浮いてるやつがダーンと沈むんだよね。よし、とりあえずお仕事を先しましょう。もうメバルは釣れるんで今度はイカ、ここにイカがいるか、まあちこち探さないからね、この立ち位置でと真珠ここで釣れなきゃまあそこまでしてやらなくてもいいかなというのが僕の考え。実際表層近くにイカがいるときはね、このシンキングの SPM で巻くとヤリイカなんかビョン、あドンって当たってくるんだよ。でヤリイカじゃなくて剣先なんで、ヤリイカの方がねこういう常夜灯で浮きやすい。スルメイカヤリイカはかなりあの浮く。でこのシェードの境目でプラグでメバルなんか釣ってたらもうヤリイカがボーン突っ込んでくるのが何回も僕経験してるんだけど、あら、お、外れた、ラッキー。不思議なんだよね、剣先イカはこの、まあ、瀬戸内で堤防から夜釣れるやつね、昼でも釣れるんだけど、なんかスルメイカとかジンドイカとか、あとまあ長崎佐賀あたりでよく釣れるヤリイカ、島根浜田でも釣れるのは割と水面直下に来るの明かりがついてたらね。でも剣先ね あんまり浮いて襲ってくるの見たことない。で実際今瀬戸内で堤防から釣れてる剣先イカもねほとんどボトムなんだよね、うん、でボトムにつけた状態からこうミニエギングみたいな感じで SPM を操作してフリーフォールなりテンションフォールで待つっていう釣り方。イカがいてくれればね、このやっぱりしゃくりからのフォールで見つけて追っかけてきてくれるん でアオリイカのしゃくりほどそのテクニカルでやらなくてもそこそこ適当にやってても釣れるよっていうのが検査機関のいいとこでもあるす。いないかな、僕に検査機関釣れるんでしょうか。メバルのように簡単にはいかんね。群れが入ってたらね凄まじいことになるらしいよ。まあ僕はほとんどスルメイカシーズンしかこの釣りをやらなかったんで、実は検査機はほとんどやってないんだよね瀬戸内の。だけどあのお友達が安子お姉様が
昼間に釣った時はもう毎頭バイトがあって、でトレブルフックだから毎頭は釣れないんだけど、ちゃんと釣ってて、あのナイロン袋いっぱい持ってたからね、イカを。だから場所によるんだろうし、ここは実はあの実績ない場所、同じ瀬戸内だからいるんじゃないかなと思ってやってるだけで、ねえ、あの安子お姉様が行く場所に行けばもっと手堅いのかもしれないけど、まあ自分の好きな場所で、もしここでさ毎シーズン釣れてくれたら僕は非常に嬉しいなと。来ないね。お、当たったぞ。魚かな。ほとんど釣ってんだからカサゴとか食ってきても良さそうだし、ここはキジハタはね、実績あるんで、キジハタも来るかもしれない。テンションホールしてたらコトーンと当たった。メバルっぽい感じがする。いないか。レンジが違うのか。何倍かやっぱり釣らないと勘どころが。僕がこれを勘なバージョンにして釣ってたのってね、20年近く前なんだよね。でその頃ってもう全部スルメイカだったんで、たくさんいたのよあの当時ね。ほとんど水面の釣りなので、もうあのスローシンキングかあのフローティングをちょっと潜らせてゆっくり巻いてたら、ボンってスルメイカが襲ってきてたの。アイスジグでめっちゃ釣ったな、そういえばスルメイカ群れでね、わーっていくのが見えるの昼間に。そこへアイスジグ投げてパンパンパンと脱させて止めてテンションホールさせてビュッて出てきて、検査機はねちょっと容量が分かっていないし、ここにいるのかどうかも定かじゃないし、アオリイカは実績がある。あ、またメバルがいっぱい浮いてきた。もう一回表層釣ってやろうか。じゃあが水面にいっぱい、あアタックしてきた。わあ当たった。わあしのった。メバルは裏切らない。どこにかかってる。ああちゃんとフロントフックだよ。